ニトログリセリン、ニトログリセリンとは有機化合物で爆薬の一種であり、強心症治療薬としても用いられる。グリセリン分子の3つのヒドロキシ元を硝酸と反応させてエステル化させたものだが、これ自身は競技のニトロ化合物ではなく、硝酸エステルである。また、ペンスリットやニトロセルロースなどの中でもニトロと言われたら、一般的にはニトログリセリン、 またはこれを含有する、強心症剤を指す。ガンクミがする、無色油状液体。水にはほとんど溶けず、有機溶剤に溶ける。ニトロセルロース、強面薬と混ぜることで、ゲル化、向上し、ダブルベース火薬になる。麺などに染み込ませて着火すると、爆発せずに激しく燃焼するが、高温の物体上に敵化したり、金槌で叩くなど、 強い衝撃を加えると爆発する。わずかな振動で爆発することもあるため、取り扱いが極めて難しいが、一般的に現役のまま取り扱われるようなことはなく、まさしく取り扱っていれば爆発するようなことは起きない。昔は取り扱い方法が確立していなかったため、様々な爆発事故が発生していた。実際の爆発事故は製造上の欠陥か 取扱上の問題がほとんどである。日本においてこのまま工場から出荷されることはない。1846年にイタリアの科学者、アスカニオ・ソブレロが初めて合成に成功した。出来上がった新物質を調べようと自分の絶全体で舐めて見たところ、米紙がズキズキしたという記録があるが、これは彼自身の毛細血管が拡張されたためである。 爆発力が凄まじく、一滴を加熱しただけで、ガラスのビーカーが割れて吹き飛ぶほどの威力があり、ソブレロは危険すぎて、爆薬としては不向きであると判断した。しかしその後、アルフレッド・ノーベルらの工夫により実用化された。ニトログリセリンの原料となるグリセリンは、油脂の加水分解によって得られるが、第一次世界大戦中には、爆薬として大量の需要が生じたため、 発酵による大量生産法各国が探索した。中央同盟国側では、ドイツのカールノイベルグラによって、等候補によって、エタノール発酵させる際にアリューサンナトリウムを加えると、グリセリンが生じることが、連合国側ではアメリカで、培養液をアルカリ性にすると同様にグリセリンが生じることが、見出され、大量に生産されるようになった。 グリセリンを硝酸と硫酸の混酸で、硝酸エステル化すると、ニトログリセリンになる。ニトログリセリンは低速、爆語を起こしやすいため、衝撃感度が高く小さな衝撃でも爆発しやすい。そのため、アセトン、水などと混ぜて、感度を下げるか、ニトロゲル化して取り扱う。ニトログリセリンは摂氏8度で凍結し、摂氏14度で溶けるが、 一部が凍結すると感度が高くなる。硬化したものでも凍結と解凍を繰り返すと液体のニトログリセリンが染み出して危険である。ダイナマイトなどに加工された状態であっても凍結は避けなければならない。自然な気温で凍結したり溶けたりしないように保管時の温度管理は必須である。溶かす場合には湯煎するなどして間接的に加熱する。直接火にかけると 火に当たっている部分の温度が高くなって微小気泡が発生し、そこがホットスポットとなって爆発する。そのため気泡が入らないように瓶の円に空気を残さない、かき混ぜない、振らないなどの取り扱い上の注意が必要である。これらの問題は硬化してしまえばなくなるが、硬化する作業中に微小気泡が入ると同じように爆発するので加工には注意が必要である。 血管拡張作用があるので強心症の薬になる。体内で、過水分解されて生じる硝酸が、さらに還元されて一酸化窒素、脳になり、それが、グアニル酸シクラーゼを活性化し CGMP の酸性を増やす結果、細胞内のカルシウム濃度が低下するため、血管平らな目筋が弛緩し、血管拡張を起こさせることが判明している。 現在医薬品として用いられているものは、硝酸イソソルビドなどのニトロ元を持つ、詳細系の薬品が主である。蛍光投与するとニトログリセリンは、初回通過効果のため代謝され、効果を示さない。ニトログリセリンは、経費や、絶下投与でないと有効でない。また、半減期が短く薬効が不安定である。医薬品のニトログリセリンを使用する場合であっても、 原火剤を加えて爆発しないように加工されている。ただし、それらを加工して爆薬を作ることは可能である。加熱や摩擦によって爆発するため、爆薬としてダイナマイトの原料になる。ニトロセルロース、共鳴薬にニトログリセリンを加えあげるか、向上したものをダブルベース火薬、さらにニトログアニジンを加えたものをトリプルベース火薬と呼び、 主に大口経過法の創薬として使用される。日本の消防法において、第5類危険物、自己反応性物質である、硝酸エステル類に属する。アメリカなどでは、医薬品のニトロも、爆薬、兵器として敵対国への輸出を禁止している。ニトログリセリンの性質は、様々な物語で取り上げられている。アンディ・コール・ジョルジュ・クルーゾー監督のサスペンス映画。 恐怖の報酬。1953年では、油田火災を爆風で消火するため、ニトログリセリンをごくごく普通のトラックで運ぶことになった男たちの恐怖が描かれている。ライアル・ワトソン、生命潮流に書かれたとする、グリセリンの結晶化に関する、間違った逸話が、ニトログリセリンに置き換えられて語られることもある。熱力。 学に詳しいある二人の科学者が偶然に結晶化したグリセリンを入手し、これを種結晶にしたら、実験室の全グリセリンが密閉容器内のものを含めて自然に結晶化し、その日を境に世界中のグリセリンが17.8で結晶化するようになったという結晶を作りがたいグリセリンを元にした伝説をニトログリセリンに置き換えて脚色したものである。 もちろん前日の通りニトログリセリンは面倒な手順を経ることなく凍りますし、凍結、解凍による小銃弾の爆発事故も起きている。ドラッグレース用競技者やチューニングカーで使用されるナイトラスオキサイドシステム、ニトロと呼称するはアサンカチッソのを使用している。また、正式な略称もナイトロスである。アサンカチッソは、 ニトログリセリンと同じ窒素化合物ではあるが、科学的特性は全く異なるもので、爆発性もない。体積比にして21%の酸素含有量で、ある空気に対し33%である脳を利用し、吸気量に限界のある内燃機関で、より多くのガソリンを燃焼させるために用いられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。